はい。こんにちは。こんばんは。でーす <laughs>、はいえ。今回やるゲームは、血縁っていうゲームを、えー、なんかめちゃくちゃ面白そうだったんでやっていきたいと思います。なんかね、あのー、他のプレイヤーさんがやった感想とか、まあ、レビューを見たんですけど、めちゃくちゃ面白くて怖くて、なんかとりあえずストーリーとかの構成もすごくいいらしい。とても面白そうでございますので、やっていきたいと思います。開始。 なんかこれ一応続きものらしくて第1章が前出て今第2章まで出たんですけどこれ第1章と第2章が合体してるパターンのやつですね怨霊激しい恨みの感情を抱きその対象に死と災いをもたらす霊魂総じて強い霊力を持ち恨みの対象をどこまでも追い続ける一般的な除霊はえ効果を及ぼさないのえ音怨霊ってそんなやべえんだ神社を建てるなどして怨霊を祭り祟りを鎮めることが唯一の解決策である あかまってちゃうか。ああ。で血縁ね。これ一番知りたいよね、えー。血縁。音量によって呪われた血筋。またその血族を襲うたたりのこと。ああ。呪われた血が途絶えるまで、えー、血縁の災いは決して終わることはない。一時的に沈めることは可能だが、何らかの原因で封印が解除された場合、再び血縁が一族のものへと襲いかかる。ああ、もうこのじゃあ、家族に生まれた子は、本当にどんまいってことだね。 シンプルにドンマイだ。もう生まれたことを後悔しなきゃいけない一族なんですね。よかった俺普通の家庭に生まれて。こんな血筋に生まれたらもう軽く触死してるかもしれない。2009年8月24日。9年前。んこれは美少女の生足ですかあらあらああ。<laughs> 何俺の反応 えー、カメラマン昔とある家に小さな男の子が住んでいました、はい、その子は両親に可愛がられて幸せな日々を過ごしていましたしかしそれも長くは続きませんでしたいやこの水着姿の女の人を前にして何を言ってんのこの人何 <laughs> <laughs> の怖い話してんの男の子に弟が生まれたのです目のパッチリした可愛らしい赤ちゃんが弟が生まれてからというもの両親はそちらばかりを可愛がり始めます かまってもらえない寂しさの中で、男の子は一つの結論にたどり着きました。弟が死んでしまえばいいんだ。弟さえ殺してしまえば、両親は男の子だけを可愛がってくれる、と。男の子は深夜、布団を抜け出して、眠っている母の、母親の胸に毒を塗りました。なんで胸なの <laughs> あ、明日になれば弟は母親の父を捨って死ぬことでしょう。すごい考え方だな。次の日、 隣のおじさんハハハなんでなんであ笑ってる <laughs> あやっと笑ってくれたほらほら今のうちにカメラ見てあー笑わせるためのあーそういうちょっと笑える怖い話みたいな最初怖いと思ってたけど実は笑える話みたいな感じね OK うんいい写真が撮れたよ なんかこの人ちょっとそっちそっち方面の人っぽくない顔ありがとうございますやっぱりアコちゃんは自然の中にいるのが似合うな神秘的なオーラっていうのそんなものを感じるよあもちろん街の中にいてもアコちゃんは別品さんだけどね学校とかでもきっとモテるんじゃない別にええー、そういうクールなのもいいねあっちょっと狙ってる <laughs> なんか見たことあるけど。なんか35億って言ってそうだけど。唐橋さん、そろそろ時間が。デんてんつてんてデん。デんてんつてんてデんじゃん。え、うわ、もうこんな時間か。もうちょい撮りたかったけど仕方ないな。マネージャーさんすげえ似てる。あこちゃん、今日もありがとう。はい。え、もしかして普通にモデルだよね、多分。 ここまで似てるの逆にすごくないえ、似すぎだろ、これ <laughs>。<laughs> お疲れ、でんでんつてんテでんさま様。帰るときに声をかけるから、それ、ま、でんでんつてんテでん,ででんもう少し待っててつでってててテはい、ふざけないでやります、ちゃんと。あー、なんか、こういう、なんだろう、じ、実際、実際にいる人がこうやって出てきたら、ちょっと面白いな。服は車の中にあるから、今のうちに着替えてちょうだい。 このままでもいいんだけどね。あーん。あ、セーブがねえ。携帯電話。お<う>お。おおなんか、結構読めるね。古めかしい看板には、筆文字で、えー、しょうの滝と書かれてる。特に興味はないかな。俺も興味はないな。はい。こっちに、あ、なんかいる。んこの人も水着じゃないあ、青木エミリー。 うわなんかなんだキャバクラにいそうお疲れ撮影終わったのねうん私の撮影も今さっき終わったところ暑い中ずっと立ってたから汗でびしょ濡れになっちゃった私も早く帰ってシャワー浴びようそれもいいけどねもっといい涼み方があるかもようんただ着替えれば絶対蚊に刺されると思うけどそれ。 ここだけの話なんだけど、この山の頂上にある神社が心霊スポットなのは知ってて心霊スポット正しくは金足地かな近所の人は絶対に神社へ行かないんだって。神様を祀ってるだとか、たたりがうんぬんって言ってたかな。たたりってそんな顔しないでよ。どうせ迷信なんだろうし。それよりさ、面白いと思わない はあ今から私たちで、山頂の人生に行ってみようよ。え、やだよ、私。何があるから分からないじゃん。だからいいんじゃないの、能量ってやつよ。能量。ね、いいでしょ二人で一緒に行ってみようよ。お願い。この通り。だから私はやだって。やった決まりじゃあさっさと決まりましょうあ、はあ。強, <laughs> 強制じゃん。 まあ、着替えればいいんだよねここ、あっ、さてと、ちゃちゃっと着替えちゃいますか。二人ともなんかスタイル抜群なね。なんか本当にギャルみたいな、この人。うぅ、やっぱりこっちのが落ち着くね。ね本気で行くのもちろん。せっかくら楽しみましょう。神社があるのは山頂だから、高いところを目指せばいいんだよね。とりあえず、手当たり次第に探そうか。あーはい。あ、でも二人か。 二人ならまだこっち行けねえこれ戻れないんだよねストップこっちは帰り道だよ神社があるっていう山の山頂を目指してみようよこの人死ぬな多分多分これあっまだいるあちあきさんどうもお疲れ様ですお疲れ様こっちも撮影終わったところよでんでんつデんでんで,でん帰る時に声をかけるからそれまででんでんつでもう少し待ってデンデン勝手に変なところ行ったりしちゃダメよはいおぎょうぎょく待ってますね あんま喋んないんだね、この主人公。これ主人公、えあ、エロあ、まだいる。これなんか誰だあれまだいらっしゃるんですね。ああ、カメラマンか。お、アコちゃんじゃないか。それにエミリーちゃんまで。可愛い子が二人も並ぶと、つい撮りたくなっちゃうな。ありがとうございます。オプション料金くださるならどんどん撮っていいですよ。というか、ここで何してるんです風景撮影だよ。この辺は。 特殊な植物もいいからきっと面白い写真が撮れるよ。へへへ壁見てんじゃん壁に何いんだよえー、あ何なにこれあこれが西ブか序章、撮影現場の山道。えー、これが西ブなんでっけぇカエル <laughs>。はい。真、まあ、新しい看板には、筆文字で立ち入り禁止とか書かれてる。やっぱりやばいって。大丈夫大丈夫、誰も見ちゃいないよ。いや、これ入れないんじゃないの有資手制の策がある。 このままじゃ先に進めないね。どうにかしてこいつを切れるものを探しましょう。いや、ねえだろ、絶対。有刺鉄線切れるもんなんで持ってきてんだよ、撮影現場に。で、出てないじゃん。まあ、行きますか。多分トラック、トラックじゃない。車の中じゃないの待って、この人持ってるかもしれないね。あー、あー。この人暇そそ。こっちだよね。多分車にあるんだろ。スモークの腫れたガラスには二人の顔が映り込んでる。神社行きたくないな。んあれ、どこ行けんだ カメラマンさんか。あの人持ってる小道具的なもので持ってるのかな <laughs> ここら辺しか探してないじゃん。そういえばさっきこんなものを拾ったんだ。これ、アコちゃんたちの落とし物だったりしないあこれだこれ私のです。なくして困ってたんですよ。お、本当かいじゃあこれは渡しておくね。ありがとうございますー。なんで <laughs> エリなリッパ。<laughs> お なんで持ってんだよてか、なんで落ちてんだよてか、よく通用したな、今ので。私ついてるね。まずいって、エミリー。私のですって、なんで、ミッパー持ってきたんだよ、こいつ。まあ、これ使うんだろうね。よーし。まあ、ほんと序章だね。今のところあんま怖くないな。できた。こんなことして大丈夫かな仕方ないじゃん。なのけ先に行けないんだから。さあ、行こう行こう。うわぁ。 絶対死ぬよ金髪の人。なんか井戸とかあるけど。え、あ、超えて行くの <laughs> あ、そ,れそうやって行くんだ、えー。え、これどっから行くんだろうジャンプおお <laughs>。結構 RPG してるね。井戸の底には深い闇が広がってる。ここだけ何か寒くないえ誰かに見られたみたい。気にすぎだって大丈夫だよ。大丈夫。昔は誰かが使ってたのかな うわなんか怖い。あれ行けないぞ。あ、こっちから行くんだ。わかんね <laughs> ここで積み人いるかもしんない。あれ、ここに行けば神社があるのね。うわ、早ふうん、結構歩いたね。ねマジで帰ろうよ。なんだか寒くなってきたっす。あ、あれあれ。え鳥居だよね。 ほら、鳥居だよ、鳥居。きっとこの先に家の神社があるんだよ。見ればわかるって。ってかそうじゃなくてさ、本当に神社へ行くつもり絶対やばいって。私そういうのわかるんだよ。またまた、アコはいつも怖がりなんだから。この前行った俳句やって、結局何も起こらなかったじゃん。本当にお化けが出てくるってんなら、私はむしろ大関係かな。だったら一人で行けよ。何が起きても私は知らないからね。その時はその時よ。私にドンと任せなさい。 何誰か来るそこに隠れましょうちょ待てよ <laughs> 誰だお巫女さん本当に今日なのでしょうかほうあの人がそう言ってたわ今日が一番危ないって見た感じここの封印はまだ薄れてませんがうん彼が言うならきっと何かあるのでしょうね何たってここのものに選ばれてる本人だものね あの人とその家族だけに感じられる何かがあったのよ。かもしれませんね。さ、始めましょう。何、何、何が始まんの誰、あの人たち。というか、ここは金属地じゃなかったの。分からないけど、今のうちに戻ろうよ。あの女の人たちに、見つかるとまずそうだし。大丈夫だよ。ほら、あれをよく見て。はなんて言ってんの 神父にそう言うてこの人じちのその部屋のお口をしておいそ、すだたまだし地方の国中とおう、ないのやい国と何言ってるのかよく分からないけどさとりあえずお祈り一心不乱にやってるみたい今ならあの二人にも気づかれずに神社で行けるよ無理でしょう。本当に知らないからね無理でしょうあカエルいるえっこれ見つかったらやばいんじゃない 行けんのかなほら <laughs>、は普通に話しかけたらどうなんだろううわ、めちゃくちゃ喋ってる。うち、この時間、うち、お前から来る、これ、や来る、これから来る。何言ってんのうん、ねえ、ねえ、どうなってんかなわかんない。行きます。全然バレないじゃん <laughs> ここにでもバレないじゃん <laughs> 絶対、絶対視界に入ってるだろ。う。井戸の底には深い闇がいると、また井戸あんだね。どれだけ深いんだろうもあいつまで見てるのよ早く神社の方に行こうよ なんだこの味だなめちゃくちゃ見るじゃん。はい、行きまーす。これ、ダッシュはないんだ。ここね。これ、脇とか行くとあー、てか、結構高いところにある気がする。おじゃまんぴー。つ、い、<laughs> やってな、子。あたしたちの勝利だよ。勝利って別に私は。でも、古いだけって感じで、たたりがあるようには見えないな。 そうだ。今のうちに中に入ったりできないかな。アホ常識のかけらもない金髪野郎。入っていった。帰ろう帰ろう。<laughs> ちょっとエミリー。一人で行かないでよ。ていうか本気で入るの。絶対やばいって。アコもこっちに来なよ。案外涼しくて快適な感じだよ。ああ、もうエミリーのバカ。え、え、えー、あよし。 えなんでやねん。こいつだけ生贄になればいいのに。あ、狭 <laughs> 案外狭い。お。えー、神社の中ってこうなってたんだ。意外と庶民って、庶民って庶民的っていうか、シンプルな作りをしてるんだね。もういい加減にしてよ。一人でどんどん住んじゃって。それにこんなところ、私は来たくなかったのに。ごめんごめん。もうすぐ帰るからさ。ね。俺あ,あとちょっとだけ。いや、いいんだけど、全然暇そうじゃん。 古びた書物が置かれてる。たっぴすぎて意味わかんない。うーん、んまぁ、あ、こっちには何もないでしょ。んー、この鏡じゃない古びた鏡が立てかけられてる。これがご神体なのかなあ化粧直した方がよさそ,そう。あっ、これ壺片手で持ち上げられそうな壺だ。覗くのはやめよう覗くのはやめといた方がいい。やめといた方がいいと思う。でも、覗かなきゃ多分進まないでしょ。 怖なにこれえ何も起きないじゃん。あ、えこれでもう少しかある。ほら、そのツボとか何かもちょ、いや、見たけど何もなかった。これ2回目のやつじゃん。もう一回、やだなぁ。やだなぁ。もう一回見たら多分、いるんだろうなぁ。行きますね。皆さんも注意ですよ。ああ、来るわ。これ絶対来るもん。来るよ。 何これヒーンあっヒーおお割れたどうしたのツボそのツボの中に顔が顔何よそれはン冗談やめてよね何もなくねえんだいたんだよ何もないじゃないいやそんなきっとあれだよ 何かを顔とみち、ま、いや、間違えるわけない。どう見ても顔。あれどう見ても顔。なにあれおしんこなわけないやん。見間違えたね見間違えてねって。ほんとだってほんとに何かいたんだって。あっこん。とにかく外に出よう。見つかったらまずいし。ね。おめえのせいだぞ。金髪クソ美女。金髪クソ美女。いや、いねえしどう少しは落ち着いたうん。 その、今日はさなんかいろいろごめんねそれでなんかやらかした後には謝るのやめろやだったら差しがすんな嫌がってたのに無理やり連れてきちゃうてさうん私こそさっきはごめんちょっと取り乱しすぎちゃっていや早く帰れバレるぞねえミリー何 <laughs> 本当にさっきの顔は私の見間違いだったのかな エミリー見間違いだよきっとそうに決まってるだっておかしいじゃない壺の中に顔があるなんてだからあったって言ってんじゃんあったの実際に見間違い見間違い見間違いじゃないだよねそうだよアコは何も見てないってじゃあお前が見てみろよ壺もうか回うん壺だけじゃなくてさ神社もあの巫女さん達も私たちは何も見なかったそういうことで帰らないそうだね 私たちは何も見てない。たたりなんて、あるはずがないよね。ここからすべてが始まるんですね。いたしすぐそこにいたし、ばれてたし、出られた。あ、目が。ようやく出られた。逃がすものか、生かしてなるものか。あの女から、いまいましい血の匂いがする。春山の血を引く者は、 一人たりとも逃さないビーヤあこれ敵 <noise> あここっから始まりだ決縁あ月たたりって出てる月がたたりなんだね制作タッド・ポールさんはいよろしくお願いしますまあ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 ここうんー2009年8月31日 神社に行った日から私の元には相次いで東方が届くようになったまずはカメラマンの暮らしああ、死んだろ彼が亡くなった3日後にはマネージャーの千秋さんまでえマネージャーの千秋さんってあれでしょでんでんつてんでんでんでしょあの日山に行った人たちが次々に不可解な死を遂げているえ次は私の番なのだろうか不吉な想像を肯定するかのように 家の中にも礼儀が漂い出していたあっ次あの金髪じゃん死ぬのじゃ第一章春山家ケケケケケうわなんかもう聞こえるじゃんあこの音嫌なんだな、けど私のせいだ私がエビリを止めずにあんな場所行ったからなんだ入るわよえ誰 金髪かと思ったら違うセクシーやっぱ煮るんだ煮るっていうかやっぱすげえな母さんがここまでセクシーだってやっぱ娘もセクシーなんだな夕ご飯できたからそこの机に置いておくわね服装がセクシーすぎるおお一緒にご飯食べないんだ今日はあ、この大好きなパン入り酢豚を作ったのよ,よく食えるってかよくそれ好きだね俺大嫌いなんだけどパン入りの酢豚パインさえ入ってなきゃ酢豚食えるけどね どうちょっとお腹減ったあこ今日は一日中何も食べてないでしょこういう時こそエネルギーをつけとかないとねおう素直で喜びそれとさ大学もしばらく休んで大丈夫だから今ゆっくり心と体を癒してあげなさいいい母ちゃんだセクシーらしい こんなセクシーな母ちゃんと逆に住みたくねえな。ありがとう、お母さん。おー、おー、ご飯食べればいいのかなうーん、じゃあ一旦ここでってか、ベッドでっか。なんか落ちてるし。気になるところでやめますね。でもセーブがねえんだね。あ、背負った。よし。じゃあ今回はここで一旦やめましょう。第1章、春山家2階廊下結構家もでかい。めちゃくちゃ面白そう。これからが楽しみですね。てなわけで、次回はご飯食うところから始まりました。始まりましたじゃね、始まりますね。はい。さよなら。